はい、皆さん、毎度毎度、セニングに対してアンチじゃないですよ。はい、ムクシン先生、毎度毎度ね。はい、了解ね。セニングに対してアンチじゃないね。お客さんの中には、すくっと持ってきた、ヘアスタイルやだよね。シュッとしたデザインに近づくと勘違いしている人が多いんですよ。つまり、デザインは、鉢がペタッとしたボブなのに、鉢がペタッとしたっていうのは、鉢周りっていうのはやっぱり飛び出すからね、あそこをペタッとしたボブなのに、すけばすくほど毛先が薄くなって、鉢が目立つ。鉢が目立つって、秋元真夏なんかは鉢が張ってるんだよね。すいてもすいてもどんどんデザインからかけ離れる。多少はすくけど、ある程度すいてから、そんなわけわからないお客さんに、これはすくんじゃなくて、あとはストレートアイロンとパーマでやるんだよって教えるわけです。教えてかけてくれる人はいいよ。うちのお客さんあたりだと、そういうこと言ったってかける人はいないよね。で、ヘアクリームで抑えたら、さて、ヘアクリームなんかつける方いないよ。ヘアオイルもつけやしないよ、みんな。昔の考えだとね、あんな油なんかつけたらゴミ引っ張っちゃって、汚れたみてえで嫌だってね、ワックスなんかもベタベタして嫌だってね、洗ってないみたいな頭じゃんみたいにね、つけない人は本当につけないよね。若い方は結構つけるよね。つけないとやっぱりボリュームを抑えられないし、毛先のね、シュッとした感じが出ないとかってあんのかね。あとやっぱり、うちあたりだと毛染めした後のほら、ワンレン系のボブ、シャンプーした直後ってなんとなくふんわりしてんでしょ。そのふんわりした状態がやっぱりボリュームが多く見えんだよね、自分なんかね。だから、もうちょっと横すくかとか言って、すいてると、やっぱりね、すきすぎちゃうことあるよね、ボリュームがなくなっちゃう。次の日になると、ほら、しんなりさ、収まっちゃうじゃない、髪の毛って、ボリュームがちょっと落ち着いて減って。それがわからないで、シャンプーした直後、ふんわりした状態を見て切ると、切りすぎるっていう、減らしすぎるっていう失敗があるよね。これはもう自分がほら、やってるドライカットのやり方。自分なんか注意してないと、やっぱり好きすぎちゃうことがあるよね。これちょっと注意してんだ、いつもね。んで、この鉢周りって、パッて言ったけど、ムクシン先生がね、で、この鉢周りからね、秋元真夏は鉢が張ってんでしょ、乃木坂ね。昔、ムクシン先生が、白石麻衣は分け目のところがボリューム出ないから膨らまそうとしてるとかって言ったでしょ。覚えてっから言ってんだよ。よく覚えてんなって思うかもしんないけど、それちょっと印象に残ったから覚えてて、他のことは忘れてんだよ。心配しなくても。昨日もちょっと言ったけどね、鉢周りをセニング入れる鬼門だよね。あんなとこ、鉢より上の部分の毛束にすくっつの10%で、そんなのさ、やる？狂気の沙汰だよね。でもお客さんはやってくれっつうんだよね。これはなんでかなって考えて、一つのね、仮説、昨日も言ったかな？出てきたんだけどね。ちょっとこれは動画でまた作りましょう。はい、お疲れ様でした。